35mm フィルムの模式図。両端の模様は SDDS 用サウンドトラック。その内側の穴はスプロケットでフィルムを動かす穴。右側で穴と穴との間の模様はドルビーデジタル用サウンドトラック。その内側の波状の模様はアナログサウンドトラック。普通はドルビーサラウンド処理が施してある。その内側には DTS 用同期信号。 中央は上映用画像。シネマスコープのため縦長に見える。オプティカルサウンドとは、音を光学的な信号に変換して、記録、再生する方式である。主に映画のフィルムにサウンドトラックとして使われる。フィルムがサウンドヘッド上を通過すると、サウンドヘッドから出てくる光線によって、信号が音に変換される。サウンドオンフィルムとしては、時期記録式のものも存在するが、 ほとんどの公開用プリントはデジタル化により音声の劣化がほとんどなく複製の容易さもあり未だにオプティカルサウンドトラックを使用している現在の劇場公開用フィルムにはこのようなアナログサウンドトラックだけでなくデジタルサウンドトラックも付随しているのが普通である左が可変濃度型右が可変面積型アナログのサウンドカメラによる記録方式は 音声信号の強弱をサウンドトラック体の濃淡で表現する可変濃度型と模様の幅で表現する可変面積型の二つに対別できる。可変濃度型ではわずかなコントラストの変化が音声の歪みとして直接影響するためプリントによる音質への影響が小さい可変面積型が主流となった。通常映画の上映用フィルムには西 H の ステレオ信号が2列の光学模様として記録される。広く採用されているドルビーステレオ方式やデジタルシアターシステムズステレオ方式などではサラウンドなどを含めた 4CH の音声をマトリックス回路で 2CH の信号にエンコードした上で記録する。映画館のデジタル音響システムに対応した情報量の大きいデジタル信号を上映用フィルムに記録するために デジタル方式のサウンドカメラによって、高精細な二次元の符号パターンが、フィルム上に、撮影される。ドルビーデジタル方式では、パーフォレーションの隙間に、ソニーダイナミック、デジタルサウンド方式では、フィルムの両端にそれぞれプリントされる。ありがとうございます。